まりました元祖麻婆チャンネル。本日は鹿児島県は九州は南の国桜島で有名な鹿児島県にやってまいりましたよ。鹿児島というとこはですね、よかとこです。そう、鹿児島といえば西郷どんがおります。ここは西郷どんの銅像の撮影所で、私が今立っているところはここでございます。宗四郎、小泉市長、お声を賜りまして鹿児島をずるっと回らさせていただきます。吉川社長、よろしくご鞭撻ご指導もよろしくお願いいたします。それでは早速麻婆チャンネル参りましょう。こちらの西郷どんの撮影所の周りにですね、綺麗なこの花が手入れをして植えてございます。これもやっぱりですね、鹿児島の皆さん方が花がやっぱり大好きなんですね。やはり吉川社長がこの前お話をしましたけど、鹿児島人間は花が好きじゃと、大体なんかその言葉をかみしめるような思いで、鹿児島の方々は心優しい人がたくさんいらっしゃいます。こちらから見えます西郷どんの銅像はですね、どのくらいあるか、身長が 5.257 メートル、ね、頭の部分が 5.7 頭身。西郷隆盛銅像は鹿児島出身の彫刻家であります安藤輝さんによって建てられました、作られました。そしてサイズとかね、ちゃんとこちらご覧いただければ分かりますが、まあしかしヒットか脇差しを握って、口も動かずにここに桜島、鹿児島の皆さん方を見守ってくださってます、ありがたいじゃないですか。ありがたいです。ありがとうがし。花は霧島、タバコは国分、燃えて上がるは桜島、がっつりその通りです。本当にここに来るとそんな気持ちに私もなりました。また皆さん方も遊びに来られた際にはそんな気持ちにさせてくれると思います。西郷どんありがとうございます。今回は鹿児島県は鹿児島の町のど真ん中に山下町にございます西郷どん像をご紹介いたしました。鹿児島市内の山下町の、5番街ですね、左側に今見えたのは中央公民館です。そして鹿児島を代表する偉人西郷隆盛さんがあそこに立っていらっしゃいます。元気ですか？私は元気がいいぞ。そんな感じで私たちを励ましてくれているような気がします。ありがとうございました。いや、鹿児島町とかはですね、町の中にありますけど、ダーンとこの立派な建物がありますけど、鹿児島の中央公民館です。中央公民館、羨ましい、羨ましいですけど、今日は鹿児島は西郷どんを紹介いたしました。また引き続き鹿児島県域を回ってさるきますので、どうぞご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。元祖麻婆チャンネルでした。ありがとうございます。